副鼻空炎は、副鼻空に炎症が起きる病気。慢性の副鼻空炎の俗称は、蓄脳症。症状が4週未満の場合は、急性副鼻空炎。12週以上続く場合は、慢性副鼻空炎と定義される。原因には感染症、アレルギー、大気汚染、鼻の構造的問題などがある。大部分は、ウイルス感染症である。症状が10日以上続いたり、 悪化していく場合は、細菌感染症が疑われる。再発エピソードは、全速、脳法性繊維症、免疫機能低下のものに多い。X 線は合併症が疑われる場合を除いて、必要ない。慢性ケースでは、直接増影や CT により確定検査が推奨される。副鼻腔炎は、一般的な症状である。米国と欧州では、 毎年人口のおよそ10から30%が経験する。女性の方が男性より多い。慢性症は人口の12.5%ほど。治療コストは米国において110億米ドルに上る。抗生物質は体の抵抗力が落ちた患者が体内で細菌が増殖するのを予防する効果はあるが、ウイルスそのものに対しては無力である。にもかかわらず、 過剰で不適切な投与がなされていることは珍しくない。予防法は、手洗い、禁煙、予防接種などがある。鎮痛薬、ナプロキセン、鼻腔内ステロイド、微洗浄は症状軽減に利用可能である。急性副鼻空炎への第一治療選択肢は、経過観察である。症状が7から10日経過しても完全しないか、悪化したときは、 抗生物質を使用するか変更する。使用する場合はアモキシシリン、またはアモキシシリン、クラブランサンジオのいずれかが第一に推奨される。慢性の場合は下下手術が行われることもある。副鼻空鼻空の周囲には、副鼻空という粘膜に覆われた空洞が存在する。鼻空の炎症は副鼻空に波及することがあり、それを副鼻空炎と呼ぶ。近年、 副鼻腔炎診療の手引き、急性微副鼻腔炎ガイドラインが発刊され、治療の効率化、診断精度の向上がなされている。風邪などにより、副鼻腔に炎症が起こる。また、炎症により発生した海が自然光より排泄されず、溜まることにより、慢性化する。また、溜まった海が刺激となり、粘膜に飛行の変性が起こり、脳の排泄がさらに困難となるほか、 粘性の高い話汁が、鼻腔から外へ排出せず、喉へ流化し続ける語鼻老が起き、これも刺激となり悪循環となる。ほとんどの副鼻空炎はウイルスによって引き起こされ、抗生物質なしで解決する。マクロライドは薬剤耐性率が高いため、経験的治療には推奨されない。ありがとうございます。